ゴールキーパーイギータのに超攻撃的キーパーがいた場合、皆さんと何コーチングしようますかま、あの、イギータの場合は90分で見てないか分かんないですけど、あれはなんかあれっすよね。アピールが攻撃的なだけで、あの、エビゾリセーブとかなんかああいう。でもあれってなんかプレイ切れてると思ってやったんだっけそう。別に立ち位置が攻撃的とかじゃないですか。本当の攻撃的キーパーってイたクラい、はい、いくらとかでも。でもなんかこう、無謀なというか、無鉄砲ポジショニングだって、無鉄砲判断みたいな感じだから。 エデルソンとかなんだよね。今の普通の攻撃的で言うとね。攻撃に関与できる能力で言うと。普通に、普通にいいキーパーの一人ですよね。ずっとバティス・トゥータとクレスポなんか。クレスポとかめっちゃ気が利いてたタイプで実際にその二人って似てるけど全然違うんじゃないかと思いますよね。懐かしいアルゼンチン代表の話しかもう出てきてないけど、ね。いや、いくら自分のチームキーパーだったら怖いっていう感覚あるでしょうね。 ドライブシュートあの当時のゴールネットの張り方かもしれないですけど、ミドルシュートがね、跳ね返ってきてまたピッチに戻ってくるイメージでしたけどね。